どうも西田渡です。本日なんですけれどもこちらですよ。じゃんと。これじゃ分かんないですよね。M2 Max の MacBook Pro の14インチが届きましたので開封動画早速しようかなと思います。まあサムネ通りもうすでに先に申し上げます と89万6000いくらだったかな、まあとにかく、90万弱っていうところの、超モリモリスペック MacBook Pro で人生で一番は、まあ、初めて、フルスペックもうモリモリスペックのこちらよいしょ、ちゃんとこちら人生初の、超モリモリスペック全部入りの MacBook Pro 14インチを購入してみました。早速開封。後ろ側をペリペリをこんな感じでよいしょよいしょよいしょ、ペリペリペリっと、でもう一箇所ここペリペリペリっとペリっと、こんな感じでございます。開けます。まあいつも通りの MacBook Pro って感じですね。はい、こんな感じで入っております。ここをここの蓋を蓋といいますか、こうシールを引き上げますと本体が出てきます。中はこんな感じになっておりまして、まあいつも通りの多分ペラ類ですよね。多分ここはもう多分これ引き出すだけ、特に何があるわけの、多分ステッカーがいつも通りの黒のステッカーと MacBook Pro ですみたいな、まあほぼ読む人は今いないでしょうっていう。中に関してはこんな感じになっております。以前はね M1 Max の MacBook Pro 16インチを持っていたのでこちら、もうちょっと一回でかかったかな、 140W、 これ今回の14インチに関しては 96W のはずなので、ここにスタジオディスプレイがあるのでそこからの給電でこちら14インチは、いけるはず。もう今以前のね M1 Max の16インチ、もうこれ横に置いて 96W 給電でやっていたんですが、何ら問題なくスペック落ちることなく使えておりましたので、こちらも特に使う必要はなく、もうこのまんま、まあ、売ることもあるでしょうっていうことで、アップル製品はねとにかく回転率が、早いので、このまんまこの筐体だけを使っていくような形でいこうかなと思っている形です。はい、もう何ら、特に感動はないです。おそらく感動するのはちゃんと今から電源を立ち上げて電源をついたってことが確認できることが一番の感動になるかなと。と言いますのもこちらでございますよ。こちらじゃんと16インチ、これが M1 Max の16インチで、SSD 以外は全部入りのスペックでございます。でこちらが今回、SSD すらも 8TB、 そしてメモリはこちら 64GB だったのが、こちら14インチ M2 Max の MacBook Pro はこれ 96GB と積んでおります。で SSD が 8TB でしょ、 96GB、 そして、M2 チップに関しては12コアの CPU、 38コア GPU、 16コアのニューラルエンジンということで、まあおそらくはこっちもモリモリスペックですが M1 の MAX 16インチ、こっち14インチの方がおそらくは書き出しとか動画の書き出しとかのエンコードは早くなるんじゃないかぐらいな、僕の場合ですね、もうご覧の通り、この16インチのサイズわざとサイズダウン今回させました。で実は M2 のこの MacBook Pro が発売される前からですね、16インチの僕の用途、僕の今の日常用途では16インチが徐々に持て余し始めたんですよね。これを購入した去年の段階まではまだ受託撮影とかもあるっていう前提で MacBook の運用を考えていたものですから、ですが実際にこの M1 Max の MacBook Pro 16インチを使って、受託撮影した回数がおそらく3回ぐらいしかなかったってことで、だったらなんですけども、例えば出張に行くとかその現場でね本当の意味で撮影中に MacBook Pro を使うテザー撮影とかの頻度が激減してるんですよ。だったら移動する際に全く今このスタジオディスプレイとこの Mac を、まあ、要はクラムシェルのような形でつないで運用してますので、いざとなった時に移動してこれを開けてこのまま作業できる。そしてコンパクト 500g 軽くなりましたから、こちらの16インチとこちらのね16インチと比べて 500g 軽くなったのは相当大きいですし、何よりもまあ僕が移動する際のリモアとかに、今まで16インチだとリモアのまあエッセンシャルスリーブっていうもので表に入れてたんですけど、16インチもうギリギリだったんですよね。この14インチだったらおそらくはもう余裕でいろんなバッグにスッと入っていくので、持ち運びの上でもパワーでも M1 この16インチの M1 Max よりもさらにこれ上ですし、内蔵 SSD 8TB ですしっていうところで、良いのではないかっていうところで、早速緊張の瞬間ではございますが、まずは、ちゃんと電源がつくかっていう、僕は以前こっちの16インチは、皆様に開封動画ですって言って、ガチャッと開けたら
電源つかずっていうところで秘宝動画になってしまったわけですけれども、今回いかがでしょうか。はい、おお、この間めちゃくちゃ緊張しますね。まさかの、まさか今回もっていう、つかないのかっていう緊張感が多少ありましたが、ありがとうございます、おかげさまで、はい、ハローっていう形で出てきましたね。なのでこれから、まあ今からこの16インチのパソコンを写すっていう形で、バックアップして、そうですね、僕の用途、僕のチャンネルを皆様でしたら、やはりキャプチャー音あたりがスムーズに動くかっていうところをまずはご覧いただきたいっていうところがありますので、早速今からこちらの移行作業にかかろうかなと思っております。まずはじゃあこれを普段の16インチからのクラムシェルモードといいますか、僕の使い方はこんな感じでやっております。14インチかなり小さくなったかなと思いますので、いかがでしょうかっていうところで、早速、こちら移行していこうかなと思っております。やってまいります。はい、完全にね移行が終わりました。まあ僕の用途ですとやはりこれ、キャプチャー1ですよね。キャプチャー1での、まあ、動き、これはね外部 SSD に逃がしているので、とはいえ今まで通りこういった感じで上げていったり、まあ、ちょっとねちょっとラグはありますね。はいね、ちょっとラグはありますが、これはまあ16インチとそこまで変わった遜色はなくっていう感じですかね。これに関しては外付けのね SSD とのやり取りっていうところにも準拠しますので、ただまあこれぐらいまでこういう感じでパッと上げて反映されてくれれば基本的にはいいかなと思っております。さらに言うとこれ今画面キャプチャーしながらっていうところもありますのでね、多少その辺でのラグっていうところがあるかもしれないかなっていうところはありますが、まあ特にね滞りなく、うん、こうやってシャドウ持ち上げたり、落としたりっていうところで反応はいけそうですね。でも若干どうだろうな、これから最適化されるかどうかっていうところですが、若干ちょっと今は重たいかなっていう感じはあります。おそらくこれ相当収録している関係もあって、あでもこことかも全然問題なく動いてきましたね。やはり立ち上げてちょっともうこれとかも全然こんな感じです。普段はこんな感じで4段プラス4段マイナスついてきてくれますよね。じわ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 と起こしている感じも OK で、あとはまあもう一回ちょっと戻りましょうか。これとかどうだっただろう、こういう感じで、そうですね、やっぱさっきちょっと、他のですね、外付けの 3.5 インチが今動いていたので、同期が取れてすぐに今これ動かしている状態なので、いろんなバックグラウンドでいろいろとまだ動いている可能性があるんですよね。なのでそれこでの検証というところで、まあ、やっぱすごいのはね、とにかくもうこれが先ほどまで16インチのパソコンを使っていったような、気持ちにでそのまんまこの14インチのパソコンで作業ができているっていう、これ非常にすごいかなというふうに思ってます。もうまるっきり、デスクトップに関してはもちろんですが、もう全くさっきと一緒っていう状態になってますし、明るいくらい大丈夫ですね。こういった感じでねグイグイグイっと動いてくれますよね。はい、まあこれはいつも通りかなっていう感じはあります。なんでまあこの辺はやっぱねどうしても内蔵で、まあ、データの補正できるとなおさらいいんでしょうけどもね、これは M11 の6000万画素のデータなのでね、まあそれは重いわけですよ。なのでまあその中でね、まあでもこれぐらい普段通りももう動いてくれてますので、まあ、そういった意味でも全然問題ないかなと思っております。色温度の変化やですね、全然問題なくいけますよね。ゆっくり動かしていけばスライダーもそうですね、ちょっとラグはありますけれども、まあ必要にして十分かなっていうふうには思ったりしております。はい、こんな感じですね。はいはい、という形でね、いかがでしたでしょうか。M2MAX の MacBook Pro 14インチということですね。まあキャプチャー1触ったり、まあちょっとこれからねプレミアプロでこの動画自体もこれで早速編集してみようと思うんですけれども、非常に楽しみですね。時間がですね、だいたい 1.3 テラぐらいデータが全部あったんですよ。それを移行させるのに約3時間、ぐらいですかね。でも結構早かった。1秒間に、100メガ、だいたい平均数100メガ BPS ぐらい映っていたので、まあそうですね、本当に、まあ1時間で360ギガずつぐらい、1分で6ギガずつぐらいがこうガーッとピアツーピアかで移行していってということで、最初はね2テラぐらいあったんですけど、2テラ弱ぐらいかな、まあ結構削ってそこで移動させることによってかなりね、3時間ぐらいで終えたってこともありまして、中に YouTube の動画データとかも入っていたんですけれども、ただ今後、今回こ
これ8テラですよね。で以前は2テラだったんで、まあ、1.3 テラぐらいに移行だったんですが、まあ、この中にね一番大きくなっていく予定のものがキャプチャーマンのカタログ、このカタログが、今すでに、ね、780ギガぐらいなんですよ。1テラ弱ぐらいキャプチャー1の僕の膨大な写真のカタログがドサッと全部一気に入ってるので、それが780ギガぐらいあって、なのでそれが今後も増大していくことを考えると、次1年後2年後とかには1年後とかにはおそらくそれがデータがまあ1テラ超えてくると。なのでキャプチャー1の、カタログ自体を何らか外に逃がすような作業をして移行させるときはキャプチャー1は後で戻すとか、まあそういった方が時間短縮にはなるのかなとか考えたりもしてますが、どの道ね中に動かさなきゃいけないので、まあこっちの MacBook Pro 自体もね今8テラを入れてきたわけですよね。で次また移行するときにはもっと何か速い高速規格っていうかピアツーピアの通信の速度が上がることによって何かその辺もカバーリングできていくのではないかなという淡い期待を持ったりしております。この辺のやり取り、データのやり取りっていうのも日進月歩でどんどん進んでいきますのでね、なんでまあそこは特に考えず、このもうフルスペックの8テラですよね、89万6000円でしたっけねぐらいの、まあもう8テラ96ギガメモリーでってまあもろもろマックスのスペックのパソコン、やはり、次はサイズですよ。これがねバックストーリーの15インチ15ってタイプなんですけど、これでねギリギリ16インチ今まで入ったんですけれども、もちろんこれ14インチ入りますが、かなり余裕がある感じですね。何センチぐらいかな、2センチぐらいは余裕があるような感じで入りますし、なので何よりもやっぱ軽いですね。16インチだともうこう長いし、ここの長さもあるからよいしょっていう感じでここを持って持ち上げるともう手結構大変だぞっていうのもありつつ、あとは先ほど申し上げてましたのはこれ、リモアのエッセンシャルスリーブか、これも16インチを入れるともうここがパンパンだったんですが、さすが14インチ入れますともう余裕、こんな感じですよ。こんな感じでめっちゃ余裕で、今まで16インチですとここがねもうヘリギリギリまでギリギリまで16インチのパソコンだったので、ここがねギリギリまでちょっと不安だったんですね。なのでこういった中にディバイターをあえてかましていたりとかしていたんですが、まあ今後もね一応安全のためにディバイターはこれウレタンはかましておく予定ですが、なおのこと安心してこれ持ち運べるなっていうところも出てきましたので、僕のこの大体の1週間ぐらい行くときにはかなり荷物がコンパクトなので、これ以外にカメラバッグとか持っていくのでかなり小さいんですよね。これ36リッターぐらいかな、であれで大体国内の出張移動してるので、海外もでもあれぐらいになると思います。もう本当にコンパクトなね旅の道具と、あとは基本的にはこっちのリュックとかにガサッと入れて移動っていう、この2組での僕の出張装備になってますので、もうこれ1台で、もちろんリスク、これが例えばこれが全てっていうことは逆に考えると、これがなくなったら全部終わりっていう考え方もできるのでね、っていうところで基本的には、MacBook Air の M1MacBook Air も僕の場合はもう持ってますし、当たり前ですが M1Max の16インチも当分は残しておく、まあせめて3ヶ月ぐらいは残しておいて、何かが起こった時にはすぐあっちに戻れるように、ほとんど同期が取れてますのでね、もうまるっきり今現状では全く同じマシンが2台あるような感じなので、この Mac のねこのエコシステムといいますか、もう本当にいい意味での箱、これがシステムがそのままごそっとね横に置いとけば自動的に3時間後には全く先ほどと同じ環境でもうこのままシームレスにね新しいパソコンで作業に入れるんですよね。本当に iPhone も最近では買ったら隣に置いとけば大体どれぐらいだろう 2,3 時間あればもう同期が終わってますよね。そういう感じでどうしてもこの Apple エコシステムっていうものの恩恵に預かってしまうとなかなか他に行きづらいっていうところもあるかなっていうところで、当面僕はこれ本当にある意味では もう鬼のスペックっていうかね、まあ予算はかけましたがこれもう毎日使うものなのでね、まあぶっちゃけですけども極論カメラよりも毎日使っているので絶対に使ってるんですよね、動画編集だったり YouTube のアップロードだったりっていう。なのでこれはそれこそもう一番上のスペックを今後も、売る時の差額が、大きい小さいとかもうそんなのは関係なく、しかも出張でもねまるっきりすごいパワーのマシンを持ち歩けることを考えると、今回は14インチで、のフルスペック一択だったかなというふうに思っております。またこれはね今日開封なので、
先ほど申し上げましたように16インチとのやはり使い勝手とかやっぱりモニターが純粋に小さくなっているのは事実ですからね。あとは実際に意外とやっぱり16インチの大容量な何かしらバッテリーとか余裕のある筐体による安定したパワーっていうところもあり得るので、とはいえ僕の作業、例えばキャプチャー版だったり 4K30p の毎日の動画編集だったりとか、その他、まあ雑務のようなものだったりとか、まあ本当にまあ YouTube 見たり、まあちょっとした資料を作ったりとか、そういった僕のシームレスな作業環境の中で皆様にまたお伝えできることがあれば、サブチャンネルなりこちらのメインチャンネルでねご報告していこうかなと思います。まあ1ヶ月使った2ヶ月使った感想みたいなところとかでもね、お話したいと思いますし、まあ、M1 Max がもう全然使わなくて大丈夫だわっていう、こっちの M1 の、 あの MacBook Air とのこの併用でいけるでしょうという、これが13インチ14インチ、やっぱ大きさちょっと違いますよね、やっぱこう見るとね。まあちょっと尺的な、まあかなりね、やっぱりこのベゼルがこっちは大きくてこっちはベゼルかなり小さいのでね、細いので、なんでそういった意味でもコンパクトなのに画面は大きいっていう、そのメリットもあるのかなっていうふうには思ったりしております。ちょっとガンガン使っていった上でまた気づきがありましたら皆様にご報告しようかなと思っております。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。